皆さんこんにちは。今回は萩生田光一氏が勘違い上から目線で自民党を痛烈批判に関するニュースとネットの反応を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。萩生田氏は旧安倍派の有力メンバーで派閥の政治資金パーティーにおける約2728万円の不記載問題が発覚し、今回の総選挙では自民党の公認を受けられないまま戦い、立憲民主党の有田芳生氏との接戦を制し、白票の勝利を収めました。萩生田氏は1日にインターネット番組言論テレビに出演し、次のような発言をしました。党に迷惑をかけたのは事実としつつも、非公認にするにはそれなりの根拠が必要だと述べ、党本部による非公認の判断基準に疑問を投げかけました。さらに非公認の基準についても腑に落ちないとし、不満を明らかにしました。現在萩生田氏は自民党から会派入りの要請は受けているものの、正式な追加公認はまだされておらず、今も宙ぶらりん状態です。萩生田氏はまた大敗の責任を取り、選挙対策本部長を辞任した小泉進次郎氏への批判も展開しました。小泉氏について、可愛いし、大好きですよ。自分は弟分と思っているとした上で、苦言を呈した。選挙応援委員長としては、最高の人ですけど、本当に選挙の苦しさを知っているんですか。公認争いをして、勝ち上がった人と仲間の分裂をどうするかなどを考えると、役職として本当に正しかったんですか？と思いますよ。だって手を挙げた瞬間に当選する人たちでしょ？と痛烈批判した。さらに萩生田氏は小泉氏の選挙戦略の一環として、途中で比例代表の女性候補者を増やす方針が導入されたことにも批判を向けました。最初から志のある女性を候補者として考えていくべきだった。中途半端な形で比例名簿に名前を載せるのは傷つけるだけだと述べ、自民党の選挙戦略への不満を明かしました。こうした萩生田氏の発言に対し、自民党東京都連のある議員は、弟分という言い方も萩生田さんの選挙区では受けるのかもしれませんが、小泉さんよりも格上という意識があるのが不思議ですよ。勘違いも甚だしいですね。そもそも論から言えば、多くの同志を失ったのは裏金事件のせいでしょう。萩生田さんはいつも大物ぶって俺が後ろで守ってやるとは確かによく言っていましたけど、彼はさらに後ろから安倍さんや菅義偉元首相に守ってもらっていたのです。今さら党本部への批判を繰り返したところで、誰もついてこないことを自覚すべきですよ。前に出るのは構いませんが、後ろにはもう誰もいないことは自覚するべきです。と述べ、批判を繰り返しても支持を得るのは難しいとの見方も示しています。萩生田氏は今回の非公認選挙で当選しながらも、自民党本部への批判を続けています。こうした萩生田氏の立ち位置が今後の政界にどのような影響を与えるのか、注目が集まっています。ネットの反応はこちら。だからどうしてこの男に一票を投じたのか。有権者にも一定の責任を感じてほしい。新人候補ではないのだから、これまでの政治家としての資質に疑問符があったのは分かっていたこと。選挙中のお詫びや涙に騙されてはいけない。日本の政治レベルが世界から低いと評されているのはまさにこのことだと思う。当選したら我が物顔、昭和の政治家はそういうやつばかりで、有権者が私を選んだから何の問題があるで逃げる。これで何十年と政治家に騙されたのに学習しない選挙区の有権者も有権者。萩生田に票を入れた人たちの世代別データを見てみたい。外交はやっぱり自民党と思うけど、党が分裂しようがお構いなしに仲間を非難、自分を棚に上げて保身ばかり。萩生田さんは会派だけど、結局自民党のおかげで当選が叶ったわけで、恩をあだで返している場合ではなく協力でしょう。今は石破さんが党首、次の党首争いよりもまずは党内が一致団結をして国民のための政策に集中する時ではないでしょうか。国民からすれば一番落選させたかった人物であったが、萩生田氏は裏金額が2728万と突出して多かっただけあって、献金すればするだけ旨味を得る人たちが選挙区にいるということなんだろう。その結果の当選だと思う。国民から散々批判された裏金問題やどこぞの宗教団体との関係だったが、結局皮肉にも選挙で役に立ったということなんじゃないだろうか。そうであれば反省するわけがなく陰でまた同じ問題を繰り返すだろう。手を挙げれば当選する弟分の進次郎。
萩生田は手を挙げるだけでは当選しないから地元に利権を作り、地元議員たちにお金をばらまき票集めをする。そのためにはお金が必要だから裏金に手を染める。大した先輩ですね。そんなに不満なら自民の会派に入ったりせず、立憲や維新と組んで与党と戦うか、あるいはどことも組まずに無所属として存在感を放つかすればいいのにね。こんだけ言いたい放題言って、結局は自民の会派に入ってゆくゆくは復党もする気満々なんでしょう。意味がわからない。それと確かに進次郎氏には世襲というアドバンテージがあるから言いたいことはわかるんだけど、民主主義の原則が多数決であることを考えると、ギリギリで競り勝つ人が余裕で勝った人のことを、あいつみたいな余裕勝ちしてるやつはダメだみたいなことを言うのはなんかおかしい気がする。どっちの方がより強い民意に支持されてるか考えたことないのかな。そもそも萩生田さんの辞書に民意って言葉が載ってるかどうか、それすら怪しい。神のおぼし召しという言葉なら1ページ目に載っていそうだけど。疑惑だらけで党に迷惑をかけた張本人の無責任さには呆れるばかり。非公認の説明が欲しいなら旧統一教会や裏金やこれまでの疑惑をしっかり説明いただきたいものだ。どの口が言うのか疑問だらけの資質には参りました。またあれだけの疑惑を持たれながら立候補できる根拠にも疑問。多くの旧安倍派疑惑議員が落選し、自民党は浄化の兆しが見えたところで、萩生田の復党はあってはならない。萩生田氏が安倍氏の腰巾着だったのは有名だものね。安倍さんも同じように言うと他の議員を圧迫するの記事にもなってたし、自分の力だけで積み上げた信用とか威厳とか何にもない人、てっきり調整能力を期待されての会派への誘いかと思ったけど、これではソース感を食らって居場所なくなり、会派も離れる羽目になるかも。本当に自分の立場を分かってない。いい加減に悪いことをしたことを自覚して謙虚にしないと人は離れる一方、こんな人でも選挙で受かってしまうとは不思議ですね。非常識にも程がある。小泉氏はまだ若いながら選対委員長という自民党では上層部の役職を務めていた。いくら年上とはいえこのような発言はないだろう。やはりこの人は国会議員にふさわしくない。当選させるべきではなかった。どうして当選してしまったのか、させてしまったのか、残念でならない。私は選挙区は違いますが、この人は絶対に当選しませんように、まさかするわけないと願ってましたが、結果は当選。当選したことで有権者に裏金問題は許されたと大きな顔しそうと思ったら、やっぱりギリギリでも当選してほっとして口も滑らかになっていらっしゃるんでしょう。でもすぐに野党から裏金や教会について怒涛の追及が始まりますよ。当選しなければよかったって思うかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。